寺井町は、かつて、石川県南部に位置した町。野見群に属し、九谷焼や古墳群で有名であった。南東部の佐野地区に、隣の辰野口町とまたがる、丘陵地帯がある外は、おおむね平地で、海抜は、約4メートルほど。集落の間には、水田が広がっている光景が、町内の至るところで見られるが、近年は減誕の影響と、農業後継者不足。 さらには、住宅需要の高まりもあり、多くの水田が埋め立てられ、住宅地に転用されている。2005年2月1日に、野見群の値上がり町、辰野口町と合併して、野見市となり自治体としての寺井町は消滅した。現在、野見市役所寺井窓口センター周辺の地域で、町名としての寺井町が残されている。町北部の青地区及びその周辺には、 手っ取り川の豊かな水を利用した工業団地がある。伝統工芸、編集、九谷焼の絵付けが知られており、特に町南東部の佐野地区周辺に多くの絵付け業者を抱える。警察、編集消防、編集医療、編集上水道、編集全域を寺井町が供給する。水源は手っ取り川の伏流水、下水道、 編集寺井町単独の公共下水道と石川県下水道公社の加が沿岸流域下水道が接続されている。ゴミ処理、編集の未軍広域事務組合が辰野口町の飲み軍部下センターで処理する。電話、編集金沢市の NTT 西日本金沢支店が管轄する。市外局番は町内全域が0761である。郵便、編集、町内の周波は 以下のつぼねが行う。これ以外に、青郵便局、佐野郵便局の2局の郵便局がある。税務、編集小松市の金沢国税局小松税務所が管轄する。高等学校、編集中学校、編集小学校、編集図書館、編集博物館、美術館等、編集ホール、その他の文化施設、編集体育施設、 編集北陸鉄道の未線かがさの駅跡現在、町内に鉄道は通っていないが、かつては北陸鉄道の未線が町内を走っていた。廃線跡はヘルスロードとして整備され、道沿いには桜並木が続いている。また、隣の根上がり町には JR 西日本北陸本線の飲み根上がり駅がある。この駅は、当初は寺井町内に作られる予定であったが、地元民が 鉄道建設を拒否したため寺井町を大きく迂回するように線路が作られたという逸話がある。このため、同駅のプラットフォームは現在でも急なカーブの途中に設置されている。コミュニティバス編集このページはウィキプロジェクト日本の市町村のテンプレートを使用しています。ありがとうございます。